春の祭典全日本プロレス第6回チャンピオンカーニバル、いよいよ今日のこの長崎国際体育館から九州サーキットに入ります。現在リング上はスペシャルマッチのタッグマッチ30分日本勝負が行われております。日本側のタッグチームは大船畑、そして外人側はルーク・グラハム、キング・イアウケアの4人がリング上に乱れております。本日の解説はいつものように東京スポーツ新聞社の山田隆さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。先ほどですね、超満員のお客様に聞いてみましたら、もう3時間ほど前からですね、長蛇の列がものすごい距離できたそうですね。そうですね、やっぱり内超満員すごいですね。熱気がね、見ていかにもね、ビッグサーキットにふさわしい雰囲気ですね。今日はメインイベントに鶴田青木、そしてブッチャードンレオジョナサンといったすごい、シングルマッチがあるわけですけれども、皆さんそれぞれ超満員のお客様、ババだ、ブッチャーだ、鶴田だという、ジョナサンだという声も出てますね。今シリーズはね、非常にババ、ジョナサンといったところがね、飛ばしてますんで、スコア的にも7点、8点というようなところまで来てますんでね、ファンの関心もね、そのビッグマッチにはもうすごく集まってきますからね。さて、リング上のこのスペシャルタッグマッチなんですけれども、日本チームのこの若い旗、チャンピオンカーニバル頑張っているんですが、現在勝ち点まだゼロですね。やはりね、相手がね、大物揃いですから、なかなか得点をするというのは難しいですね。そして大熊にタッチいたしました、このルーク・グラハムは現在勝ち点4。さあ、ジャンピングドロップキック、タッチいたしました、キング・イアウケアが登場です。このイアウケアも、新進ジャイアントシリーズと続けて、サーキットに入っているわけですけれども、ものすごい競争で今、放送室の目の前です。青い鉄柱に大熊が突っ込んでいきました。そしてリングの外は4人が入り乱れて戦っております。今度はこちらの青い鉄柱を通り越して、キング・イアウケアが持っていきます。大熊を捕まえているのがルーク・グラハム、放送席の目の前を通過いたします。外人タッグチームが巨漢揃いですからね。そうですね、特にイアウケアの場合ですね、両外乱闘というものについては非常にうまいですからね。さて、ハタがグラハムの金髪を捕まえております。そして今度は大熊がジャケットを利用いたしまして、のど締め攻撃です。グラハムの首が横になっています。そして後ろから襲いかかるのがキング・イアウケア。現在キング・イアウケアは8点2というところであります。これからどういった展開を見せるでしょうか。チャンピオンカーニバル鳥取合戦であります。リングの中、直攻撃を見せますキング・イアウケア。キング・イアウケアもまだ対戦する回数が少ないんですが、8点に、これから優勝戦線にそろそろ顔を出そうというところですね。そうですね、この人の場合はね、やはり長いキャリアと巨体を利した底力、こういったものがジャーッと出てくると、なかなかダークホース的な存在と言えるんじゃないでしょうかね。来週の放送は熊本からお送りいたしますが、その熊本大会ではキング・イアウケアは大木金太郎との一戦が待ち構えています。この大熊選手も日本のレスラーの中では巨漢パワーファイターなんですが、このキング・イアウケアと相対しますと一回りちょっと小さく見えますからね。そうですね、上背の点でね、ちょっと小さいですからね。さあ、レフリーのブラインドを利用してグラハムがチョーク攻撃を見せます。このスペシャルタッグマッチが終わりますと、この後のチャンピオンカーニバルはザ・デストロイヤー対ブラックテラー、このマスクマン同士の一戦も、これはこのチャンピオンカーニバル話題の一つですね。そうなんです。特にですね、その今日のデストロイヤーの相手になるブラックテラーという選手が、正体はわからないんですが、来日以来戦いぶりを見てますと予想以上に強敵ですね。これはなかなか実力ですよ。それだけに同士の対決です。デストロイヤーとしてはですね、今日は心して戦うんじゃないでしょうか。さて、その前のタッグマッチ、さあどうか、ロープの反動を利用してキング・イアウケアの大きなお腹にヘッドバット、そして髪の毛を持ってヘッドバット攻撃。場内の長崎国際体育館、大きな拍手です。場内のこの歓声、そして熱気、ものすごいものであります。さあ、ナイスクロスチョップを見せます。大きな戻し、
日本のこの、まあ、即席でありますけども、タッグチームコンビネーションいいですね。いいですね、なかなか。ああ、若い方が大きくジャンプ1番ドロップキック、なかなか跳躍力があります。さあ、そのイヤウケを追っかけます方ですが、グラハムに捕まりました。イヤウケがゆっくりとリングの外、リングの中ではグラハムを捕まえます。大熊の石頭が待っています。さあ、このままなんとか日本側に勝利をつかみたいところ。この後のシングルマッチの対戦、まあ、いずれか行われるわけですが、ここでいいムードを取っておきますと、後の大会では得点できる可能性がありますからね。そうなんですね。やはりこういったタッグマッチの中で相手に対するその自信というものをね、掴んでいくのも一つの大きな方法ですね。しかし大きな旗、いずれもまだこのチャンピオンカーニバル得点することができません。現在得点は0であります。大きなが捕まっています。そしてグラハムの膝が待ち構えていました。鼻っ柱を打ち当てました。大きな戻し、これはたまりません。本格的なプロレスのシーズン、春の祭典チャンピオンカーニバルですけれども、どの会場も素晴らしい熱気に包まれまして、レスラーの皆さんは本当にエキサイトをしていますね。やはりね、春の本場所と言われるだけあってね、やはり普段の試合とはちょっとムードが違ってきてますね。それでお客様の反応も、はい、一試合一試合のですね、スコアの伸び、そういったものに大きな関心が集まっているだけに、もう全く毎日毎日スリル の連続と言いましょうか、そういう意味で非常に面白いですね。まあ、この超満員と本当に膨れ上がりました、この長崎国際体育館なんですけれども、まあ、150、60人のですね、お客様をピックアップいたしまして調査した結果、やはりジャイアント馬場選手が優勝するんじゃないかという方が一番多くて46人、そして、2位がブッチャーの45人、そして3位がジャンボ鶴田の14人、ジョナサンが11人で4位につけておりまして、大金太郎が5位ということなんですが、まあ、こういったアンケートの結果、山田さん、どのようにご覧になりますか。そうですね、やはり馬場選手に今一番になってますね、はい、ちょっとこれね、やはりファンの方はですね、馬場選手のキャリア、そして巨体といったようなものをね、大きく見ておられるんだろうと思います。予想外なのはジャンボを釣るかですね、はい、これがまあ3位ですけども、数字の上からは圧倒的に少ないですね。馬場選手の3分の1です。そうですね、まあね、こういったスコア、点数が出るということで、ジャンボは心してどんどん頑張ってもらいたいですね。なお、このアンケートの調査に協力してくれた少年は、大のプロレスファンの長崎県高尾小学校4年生の碇達也君に手伝ってもらいました。まあ、本当にちびっこファン、そして、まあ、プロレスが大好きだというファンで膨れ上がっております。長崎国際体育館、ルックグラハムの捕まえる頭突き攻撃、大熊元氏、早いテンポでこのスペシャルタッグマッチが行われておりますけれども、なんとかこのグラハムを仕留めたい若い旗が。そうですね、日本組はタッチワークの点ではちょっとリードしてるんですが、やはりパワーの差がありますね。やはり、ま、パワーの差を比べますと歴然と分かりますね。そうですね、しかし旗には若い根性、そしてスピード、テクニックがあります。ロープに来ました。何が待っている、大きくショルダーサンダー、カバーに入ります。どうか、カウントは2です。全く目を休む暇がありません。日本、そして外人ともタッチいたしまして、大熊、イヤウケアが出てまいりました。イヤウケアが飛んだ、そして石頭が待ち構えている。ショートレッグからのドロップキック、130キロの大熊が飛びました。そして、おっと、大きくボディスラムです。これはチョーク攻撃、たまりません。手刀を落とします。パワーがあります。この外人チームコンビネーションがいいですね。なかなかね、はい、だん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 追い上げになってくるとコンビネーションの良さを見せてきますね。大きくボディスラムから喉元に膝を落としました。そして体重164キロのキングイヤウケアがそのままフライングソーセージ。さあどうか、これは決まったかどうか、カウント3、決まった。お得意のフライングソーセージ、
人間重爆機といった感じですね。そうですね、やはりこういったところはね、外人選手のパワー、本当に自分の巨体というものをぶつかってますね。164キロのキングイヤーケアがセカンドロープから真っ逆さま、大熊の胸板に炸裂いたしました。フライングソーセージスペシャルタッグマッチはキングイヤーケアが大熊を仕留めまして、外人側は勝っております。なおキングイヤーケアは来週の放送では大木金太郎とのシングルマッチが待ち構えております。まだこの喉元に突き刺さりました164キロのダメージが拭いされません。大綱元氏、そして若いロッキー畑が今この長崎国際体育館のリングを後にするところです。畑は来週テラーとの一戦が待ち構えています。さあそのフィニッシュになりましたセカンドロープからの、あーっとこのまま決まります。キングイヤーケアのフライングソーセージ